してるんですよ。殴ってきた時は茶髪だったんですが、はい、現在は髪の毛、殴ってきた時よりも短くしていて黒髪であると。でよく思い出してみると、小学生の頃からその、幼稚園ぐらいの頃からかな、そのものは、まあ、ストーカー行為法違反に該当するような形で、学校など等に現れてるんですよ。で仕事場とかにも現れていて、ちょっと私の場合、その人生かなりちょっと複雑なところございまして、1997年ぐらいの頃から神戸市立ホテルフルーツラーパークで勤務していた頃から、皇室の方たちとお会いしたりなど、当時から大臣関係の方たちとお会いしたり、各議員の方たちとお会いしています。例えば安倍晋三さんなどもそうでしたし、まだ当時はその国会議員になられる前だったと思いますけども、もうお亡くなりになりましたけど、石原慎太郎さんだとか、まあ、その手の人たち、もう何十人と、大臣、その後、私に会ってから、大臣以上になられた方50人以上いらっしゃいます。そういったちょっと特殊な立場で、もともとはその売春防止法が1956年に出来上がったじゃないですか。だからそれまで政府上層部とかいろんな業界の中に、そういう良くない業界側の、要するにエロ業界側とか の勢力の人間が混ざっていたと。そこからがもともとのスタート地点で世直しが始まっていると。で、まあ、その両親を殴られた後、神戸大学附属病院に搬送された時に、オペが終わった翌日すぐに、強制わいせつされてるんですよ。でその強制わいせつをしてきた女も元から、私の勤務先とかに、入り込んできた、いた人間であるんですよ。で待ち構えてたからようにその場所にいたりとかしてましたから、これも何かあります、絶対に。でその殴った当事者が生活安全課の平田という有馬警察署のものになるんですけども、ちょっとこれまずね、まず生活安全課の担当者の人間をそちらの方 の上の方の階級の方に、ちょっと話、そんな乗ってもらって、これ相当上の方がついてもらわなかったらどれぐらい上の人間が知り出してるかわからないんで、これも私はその当時フルーツラパークで働いていた時にベテランの刑事課の方だと思いますけども、正直にこう相手どれぐらい上の人とかそういう風な話を教えてくれたことあるんですよ。やっぱり上が止めにかけられたら向こうも動くに動けないっていうところがあるんで、この喋ってる内容って録音できてますでしょうか。あ、しないですか。ちょっとだいぶ長い間喋りましたけども、それしっかり正確にお伝えできますか、上の方に。はい、はい、そちらに行って、はい、段取り組んで、予定組んで、その時間空けてもらって、そちらの方に私の方は行きます。管轄はそうですね、どう考えてもそうだと思います。その有馬警察署のすぐ隣にあるオートバックスのところで殴られてるんですよ、その近くで。まず間違いないはずですね。事件番号もそちらで聞きましたので。伝言のメモを再生中ですけども、はい、
小さいです。ボリューム最大にするんですか。そう、明日だけ画面つけたら消えたりしない。まあ、カナード総括、生活相談、じゃ、相談係、相談係を案内されて、まあ、こちら2回電話かけてみたんですけども、これ、すぐに、電話が切れて、まあ対応してもらえずと。生活安全課に淡井圭介を殴った犯人をつけてきてる可能性が非常に高い平田という男で、その件で、兵庫県警の、まあ、結局まあ相談係の方に電話をかけて、で、まあ、上の方の階級の人間に信用できる人間を生活安全課につけてもらうと、まあ、そういうふうな形で物事を進めようとしてるんですけども、全然うまくいかない。だからこの件に関しても佳子さまもしっかりと、理解していただきたい。本当ふざけてる場合じゃないから。もうむちゃくちゃな世界が広がってるっていうことを理解しておいて、で、早川圭介を助けてあげなかったら、もっとひどい世の中はもうずっと進行していくと。これが現実です。